話を開始します。縛りもない一番簡単なタイプの椅子です。剥がすのにタッカーを起こす方法というか、もううちが推奨するのがマイナスのドライバーか、おすすめのこの、内張りハツリっていう、よく見るとこの厚みがこのハツリの方が細いんで針の下に入りやすいですね。タッカー釘の下に、まあ、なければこれでも代用できます。こう押さえながら、社長がやってるからなんか簡単に見えますけど、普通の人は多分すごく一本に時間がかかる。まあ相当やってきたからな。一生懸命やると指がこうなるんで、指を前に出さないように必ずお願いします。はい、じゃあハツリでやってみます。これは先が細いので割と針の下に入りやすい。すぐ入る。よいしょ。こう入れて。お、起きてますねこれで。錆取る、こうクイッとこうひねるもよし、起こすもよし。やっぱこう下に差し込んだ方が引っかかるから簡単だな。こんな感じです。タッカー釘を起こしたら、今度は抜くんですけど、まずプライヤーつまんで起こす。ペンチ、肉厚なんでこれしっかり浮いてたら掴みやすいんじゃけども、こうたださ、こう鉄鋼の応用が使いにくいっちゃな。ラジオペンチ、これも先に入れて、これもこねるところがないんで引っ張るか、引っ張れない。椅子の座板のエッジを利用してこう、いやにくいねこれね。いつも使っているのはだいたいニッパー、これもこれはもう先がとんがってるんで、少しタッカー釘が持ち上がったらもうこれでこうテコの応用でここを押さえると、ここが支点になってこう抜けちゃうと。これは一番動きが少ないし力が少なくてやりやすいです。ここが支点になるので、こうつまんだ時にこう起こしやすいね。こういうちょっと形が古いんだと思うんですけど、これも同様に あまり持ち上がってなくても差し込められるんで、刃を差し込んで、これはあの、タッカー釘が残ったところはガリッと音がする。